These boys and girls, what you learn as I do my thing, thing.刑務所これから入られる。ああそうです。まあ一応来月なんですけど。4月そうですね。顔色は全然違ったんで、まあ、明らかに元気なくて、もう言葉遣いとか音も立てれないし、部屋でもう代弁もできないみたいな、もうルールめちゃくちゃあるみたいで、おはようございます。そろそろがあって、はい、すいません、めっちゃ混んでて、もう前回20分しかできなかったですね。あ、年末だけとかあるんですかね、もしかして。あ、多分あると思います。あ、まあ、もう本当タイミングとかだと思いますね。はい。え、今日、新潟から来られて。あ、そうです、新潟来て、泊まりで来て。2日間ですか。そうです、そうです、2日、昨日、今日、面会して泊まりがけで来て、その、交通費あのね、うん、負担っていうか減るんで、なんかランクが1個上がって、はいはい、面会が3回できるようになったんですよ。はいはいはい。前までは2回です。ああ、1ヶ月に。そうです。なんかどんどん上がるらしいんですけど、まあ、とりあえず今3回できるようになって、そうするとまた1回2回3回ってこういくのあれなんで。ああ、どのくらいで出てきそうですか。あと多分前回の動画でも話したと思うんですけど、うん、3年の2ヶ月になって、でもその仮釈とか含めたら今12月の28日、だいたい1年半ぐらいですね。あと1年か。1年半ぐらいで出てくるとは言ってますね。令和6年の9月か8月ぐらいに出てくるっぽいですね。どんな感じでした。なんか言ってました、アルゴルク。なんか、はい、辛いことは、うん、あ、とりあえずすいません、事情聞いてないんですけど。今日面会して聞いてきてくれたんですか。あ、聞いてきました。 ありがとうございます。はい、はい、その、そうですね、雑居になってからやっぱり、なんですか、顔色は全然違ったんで、まあ、明らかに元気なくて、どうしたんって聞いたら、やっぱりもう言葉遣いとか音も立てれないし、部屋でもう代弁もできないみたいな。もうルールめちゃくちゃあるみたいで、誰かに喋りかけるとか、うん、何々さんよろしいでしょうかとか。あ、喋りかけるときにまず言わないといけない。言わなきゃいけなくて、もうラーメンもすすれないとか。覚悟はできてるってことか。まあ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 、もう行くしかないんで、とりあえず行って早く出れるように。本業なんじゃあんだけ入る前、俺ラーメン、ラーメン美味しそうに食べてたけど、今は美味しそうに食べれないですね。すすれないんで。うるさいとかって言われるのかな。いや、でもそうっすよ。先に入ってる人がもう一番偉いです。の人がもう言うことは絶対になっちゃう。そう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 。もう一番下がやる仕事を晒仕事っていうらしいですね。あ、晒仕事ね。そうですそうです。布団を畳んだりとか。え、先輩のも。そうです。そういう雑用みたいなことはやるってことでね。多分そうですね。そうそう。うわ、代々受け継がれてるみたいな。きつくないですか。いや、きついですよ。うんこする時間決められるって。
もし自分が仮に入ったのを想像した時に、いや絶対逆らうなと思ったんですけど、いや入ってみないと分かんないよってやっぱ言われてるんで、やっぱ逆らっちゃうとやっぱり工場とかも移動して、やっぱその監視もグルなんで期間が伸びたりとか、雑居の多さがこう言ったら、はいはい、それによってこう動かされちゃうみたいなこともやっぱある、はい、まああるみたいですね。少年刑務所で子供だからそういうことしてるみたいな、多分若いしみたいな、そう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 、多分見え張りが結構多いんじゃないですか。お兄さんって今何されてるんでしたっけ。今普通にあれ自営業してますね。建築、建築板金やつで、そうそうそう、それは何、自営業、僕自分が社長としてやってる感じなんですか。あ、そうです、一応家族経営で。へー、アルボル君とお兄さん実の兄弟ですよね。実の兄弟です。みんな似てないっていう。ちょっと失礼だよ。本人がもう真っ白の状態だったら似てるんですよ。あ、なるほどね。あれは必要ないですよね。そうなんですね。元々はもう全然似てるって言われてたんで。そうです、そうです。へー、そこそこ。前回留置所行った時も毎日面会来てくれたとか言ってたじゃないですか。いやもうあれですよ、逃したと一回もないですね。もう全部行ってます。もう留置所も多分毎日面会行ったし、新潟にまだいた頃は。あ、そうです、そうです。今回川越来てからも、もう行ける分は全部行ってますね。自分も弟会いたいんで、うん、お父さんお母さんはちょっとあんまり協力の姿勢はないんで、まあそうすると自分が行くしかないっていう感じで。兄弟2人だけですか。兄弟は2人だけですね。そうです。仲良かったんですね。めちゃくちゃ仲いいですね。もう親友みたいな感じですね。そう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 。2人ともそのやっぱり不良みたいな感じだったんですか、地元では。まあ、不良じゃないって言ったら嘘になっちゃうですね。少年入っちゃった時もあったんですけど。お兄さん入ったって言ってましたもんね。はい、そうですよ。それって言えます、何で入ったか。障害で入っちゃって。あ、障害だったんだ。そう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 。ショッピングモールがあるじゃないですか。でそこにこう自分と弟と行った時に、まあ、ガンつけてくるやついるみたいになって、どうしたのって聞いたら、そのショッピングモールで会った人に、なんかいきなりタメ口使われて、それにめっちゃムカついちゃって、ショッピングモールの裏連れてって、まあこう殴っちゃったみたいな感じです。え、じゃあ同時期に少年院入ったってこと。あ、そうです、同時期に少年院入ってて、で親も結構大変だと思いますね。お互い友達あんまいなくて、だからあの兄弟仲良すぎてキモみたいな言われてた時もありましたね。あと多分習い事でバレーボールやってたんですよ。意外。多分それでなんかお互いこう同じコートに入ってたとか。あ、同じメンバーでしたってことか。あ、そういうのもあるかもしれないですね。もう小学校からずっとやってたんで。へえ。そう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 。バレーボール強かったですか。バレーボールめっちゃ強かったですね。マジですか。正直マジでお世辞っていうか盛るのとかなしで、自分がいた中学校はもう絶対県1位だったんで、全国絶対行ってたんで。そっちの方向には進まなかったですか。いやそっちの方向に進もうと思ったんですけど捕まっちゃって、少年院に。そうそう、それがあれなんだ。そうですそうです。なんか友達に話せないこととかもあるんで、うん、弟には話せるみたいな。何かで行き詰まった時に弟に全部聞いてたんで、まあ、そういうのも今格闘技やってるんですけど、まあ、格闘技、まあ、どういう感じで頑張っていくかとか、まあ、こう結構。弟さんはキャバクラとかもやってた時期あったんですか。お兄さんもそういうのやろうかなみたいなことはなかったですか。夜の経営ですか。結局地元はヤクザがいるんで、あ、結局もう全部それに繋がっちゃって、はい、弟はそういう不良とかなんか反社の繋がりあるんですけど、自分はそういうのないですね。もう嫌なんで。自分はもう絶対捕まるの嫌だって思ってた人間なんで、まあ、もう当たり前じゃないですか。お兄さん的にはアルボル君に対してどういう気持ちをこう持ってるんですか今。1年半って結構短いと思うんで、もうその中でもやっぱ自分の短所とか、もう短期の分とかもあったんで、うん、まあ、そういうところとかもやっぱ直してもらいたいですね。もう刑務所って見え張ってなんぼの人いると思うんですけど、そういうのもなしで、今日だってもうなんかその現金の差し入れがあるんですけど、うんうんうん、ちょっともうちょっと節約しろみたいな今日怒りましたね。だから例えば1回の時に1万2万渡したりとか、うんうんうん、売店があるんですよ、うん、でそこでなんかいろいろ買えるんですよね。タオル、シャンプー、リンスとか切手、はがきとか、あと運動靴。最初入った時ってなんかスリッポンシューズみたいな、うん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 、なんか本当紐ないやつ、ね、紐ないやつ履くらしいんですよ。
えそれでいいじゃんって言ったんですけど、いやダサいからその運動靴がいいみたいな。運動靴はなんかアシックスらしいんですけど、どっちでもいいですよねマジで。いいのが欲しいって言ってるの。いいのが欲しい。でこれあるあるらしいですよ。家を張りたいらしいですね。張りたいんですかね。いやマジでやめた方がいいよって言ってきましたけど、まあ、本人が動画で、うん、まあ、その入ってる時間は無駄だからって言って、まあ叩かれてたと思うんですけど、うん、今から入るわけじゃないですか。まあ嫌ですよね。嫌だし、まあ時間の無駄ですねやっぱり。僕も思ってて、うん、でそのまあ無駄っていう意見はまあ一個あるじゃないですか、うん、まあでも反省しなきゃいけない意見もある、うんうんうん、で無駄な時間の中でお金を使う意味も全くないと思うんですよね、うん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 、ぶっちゃけその刑務所って、うんうんうん、でヤンキーとかそのまあ不良系って見栄張り多いじゃないですか。まあちょっと偏見かもしれないですけど、はい、もう純粋な気持ちでもう、まあ、反省しながらも頑張ってほしいですね。エロ本とかそういうのは入れてあげてるんですか。あ、それこそ今日面会行った時にエロ本入らないのもあるらしくて、三和出版のエロ本だったら入るらしいんですよね。でこのランキングを調べてきてくれみたいな、自分が選んで送るんですよ。なるほどね。それをまずじゃランキングを見て送ってくれっていうことなのね。そうです。ノンフィクションのって書いてあるけど、これはついて、あ、これは、うん、なんかノンフィクションの小説、うん、でランキング高いやつを入れてほしいって言われてるんで。彼女とはどうなったんですかね、アルゴル君。彼女さんは待ってます。マジですか。待ってます。すごいですね。あんだけみんな待てない待てないってコメントあったんですけど、ね、大丈夫かなと。全然ちゃんと待ってます待ってます。インスタちょっとストーリー更新したらちょこちょこ見てますけど。あ、そうですそうですそうです。あれは彼女さん更新してるんですよね。あの弟のやつですね、はい、あ、そうです。あ、彼女が更新してる。懲罰とかも受けてないんですか。いや、多分一回も受けてないと思います。あ、本当ですか。はい、一回も受けてなくて、なんか出たらこれしたいとか言ってた。とりあえずやっぱそのラップアーティスト業っていうか、うん、そっちをメインで頑張っていきたいって言ってますね、うんうんうん、はい、言ってます、言ってます。塀の中不自由、無限大の時間、アイマフリー。もうめっちゃ書いてるって言ってましたね、リリック、はい、作業中もリリック考えてみたいな。取られて、でそいつ殴ったら顔面が5箇所ぐらい骨折して、あ、症状的にはプレート入れてるのと後遺症が残ってるみたいなので、あ、それが多分でかいかもしれないですね。慰謝料請求されてるって言ったじゃないですか。ああ、その障害のやつですね、うん、いや、それはまだ続いてて、まあ、とりあえず3000万ぐらいは請求されてるんだ。あ、そうです、請求されてて、被害者の方なんか目の位置がずれたんですかね。ああ、言ってましたね、なんかね、プレートが入ってるんです、はい、入って被害者の方と刑務所の担当がこう間取ってこう話してるんじゃないですかね。どうなっちゃうんですかね。それがなんか通知が多分来てるみたいですね。ああ、そう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 、まあ、どうにかしてだからやんないといけないんですよね、きっとね。そう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 、出てから。そうですね、ちょっと自分が撒いた種なんで、うん、そこはちゃんと回収してもらいたいですね。うん、そうです。一緒に迎え行きましょう。あの、出る時はね。お願いします。はい、はい、ぜひ。こう YouTube とかで言われたりしてるんですかね、中で。監視に言われてみたいですね。それちょっときついっすよね。いや、それがこの逆みたいで。え、もうすごいみたいな感じになってるらしいですよ。ああ、それはじゃあ別に俺がちょっと懸念したのは、はい、ね、それでお前あんなん出てよみたいな、うん、ふうに言われたらかわいそうだなって俺のせいなのかなと思っちゃってたんですけど、それはないってことですね。あ、そう、もうその逆みたいですね。むしろチヤホヤされてるみたいで。じゃあ今アルゴルク白かった。白いっすマジでもう真っ白いっす。真っ白なんだ。で、おじさんとそんな変わんない感じですか。はい、あ、全然変わんないっすよ。だから元通りっすね。あ、そうなんですね、はい、じゃ出たらバレーボールやりたいんじゃないですか。いや、やりたいかもしれないですね。はい、ねえ、一緒に、はい、久々に。
this could be the best thing that I'll ever know.